その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。あれから2年、シガンシナクを出た3人は第104期の訓練兵となり、教官に鍛えられる毎日を送っていた。どうした第104期訓練兵団、ここには役立たずしかいないのか。立体機動装置を扱えない奴はおとりにも使えん。他の連中も聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやっているのだ。餌のまま死にたくなければ必死に。まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。これができなきゃ話にならねえ。やってやる。ガスを吹かせば高速で動くことが可能だ。限りあるガスを有効に活かせ。戦闘中にガス切れになったらまずいもんな。ガスの弾量に注意しておかねえと。立体機動をうまく壊せなきゃ巨人なんか相手にできねえぞ。よし、いいだろう。これで貴様らでもおとりくらいは務まるはずだ。次は巨人を模した目標に対する攻撃訓練だ。まずは小さい巨人からやってもらう。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。遅い。実際の戦場でそのざまではすぐに巨人の胃袋行きだぞ。次は
大型の巨人に対する攻撃訓練だ。すればガスは吹かせば消耗する。刃の乾燥とガスの補充は戦闘に必須である。以上を踏まえ実戦を想定した訓練を行う。各自判断して必要があれば補給しろ。刃とガスはここで補給できるぞ。足りなくなったらすぐにここへ来い。巨人討伐技術を見せてもらう。これから目標が複数体出現する。時間内に可能な限り多くの部位を攻撃しろ。よし、他の奴らより早く目標を見つけて部位を片っ端から削いでやるぞ。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね、ジャン。獲物を奪うのに作法が必要ですか？そうだ！取られるお前が悪い！苦手だけど頑張らなきゃ。アルミ、お前ならやれるって。俺も手は抜かねえけどな。兄か、珍しくやる気出してんな。そりゃね、憲兵団に入れるかどうかは立体機動術の強化次第だからさ。なんか競う相手がいると思えますね。狩人の血が騒いじゃいますよ。張り切ってんな、サシャ。俺も負けてらんねえ。邪魔するんじゃねえぞ。はあ、何言ってんだお前。
丈夫。余計なことはすんなよな。お前はお前で全力を尽くせよ。ついてくならミカサかライナーか。エレンかよ。何がっかりしてんだコニー。なんか腹立つな。立体起動装置うまく使えてるみたいだね。ああなんとかな。だがもっと上手くなってやる。最優秀成績者を発表する。エレン・イェーガー、お前が1位だ。やったやったぞ、1位だ。おのおの今回の結果を踏まえさらに訓練に励め。解散。立体起動のコツはつかめたか。いや、対人格闘術なら。3年間の訓練を終えた第104期訓練兵はついに卒業の日を迎えることとなった。心臓を捧げよ。本日をもって訓練壁の強化に努め犠牲を覚悟した。そして無論クリスタレン、サシャブル、コニー・スプリング、マルコボ、ジャン・キルシュタイン、エレン・イエ、アニ・レオン、ベルトルト・フ、ライナーブ主席。やった。